めばもうすぐ海軍基地の島が見えてきますよ。笑ってる場合じゃありませんよ、ルフィさん。そこに捕まってるんです、あの有名な海賊狩りロロノア・ゾロが。血に飢えた獣のように賞金首を襲い切り刻んできた男、人間の姿をした魔獣だと人は言います。着いた、海軍基地の町。よし、ここだな。とうとう来たんだ。ここでお別れですね、ルフィさん。短い間でしたが。どこだ、魔獣は。こんなとこにいませんよ。きっと奥の独房とか。いた！それ！ほら、あいつ！もういるわけないですよ。はっ、黒ずきんに腹巻き。あれがロロノア・ゾロ。あの縄ほどけば簡単に逃がせるな。バカなこと言わないでください。あんな奴逃がしたらどうなるか。ルフィさんだって殺そうとしますよ、きっと。大丈夫、俺強いから。おいお前ら、目障りだ。失せろ。は、危ない。ルフィさん止めてください。あの子殺されちゃいます。なんだ。お腹空いたでしょ。私おにぎり作ってきたの。お兄ちゃんもうずっと何も食べてないんでしょ。はい、私初めてだけど一生懸命作ったから。腹なんか減っちゃいねえ。目障りだ、とっとと帰れ。いらねえっつったろ、ぶっ飛ばすぞ。いじめはいかんねえ。意外と元気じゃないか、ロロノア・ゾロ。また変なのが出てきたな。よかった、きっと海軍の人ですよ。これであの子大丈夫です。おや、おいしそうなおにぎりだね。たーっ、クソアメ、砂糖だらけじゃねえか。おにぎりは普通塩だろうか。クソて、こんなもん、こんなもん。やめて、やめて。けれ、けれ、けれ、けれ。ああ、お前この張り紙読まなかったのか。罪人に肩入れし者死刑に処す。海軍大佐モーガン。ガキでも親父の怖さを知ってるようだね。親父？じゃああれはモーガン大佐の息子？おい、このガキ投げ捨てろ。塀の外へ投げ飛ばせっつったんだよ。俺の命令が聞けないのか。親父に言いつけるぞ。はい、だんだいは。
そうそう、ここんところ退屈だから明日ゾロを処刑することにしたぞ。みんな楽しみに待ってる。なんだよお前は。ルーフィーさん、やめてください。こいつクズだ。殴りやがったな。あれモーガン大佐の息子だぞ。それがどうした。ゴムゴムのガトリンガー。ゴムゴムのライフル。
海賊王に俺はなる。構えろ、撃て。海で名を上げることが、俺は三刀流なんだ。鬼切り！このゴムの！はい、フル！野鳥門動くなっつったら撃つぞ。後ろ、ゴムゴムの俺は海軍大佐小野手のモーガンだ。ピストル、ナイス。ザラ、お安い御用だ、キャプテン。